さんがこれ持ってんの面白くない？どうしよう、一人で撮ってさ、YouTuber ですっていうの初めてだよ。いいじゃん。あ、YouTuber？ Yes, I'm YouTuber。 やばい、爆弾。 Please register my channel。 英語できるはずに片言っていう。不思議な現象なの。 OK、 では行きましょう。バイバイ。そう、漢方はさすがに気になりますね、うん、なんか冷えとかむくみがすごいからそういうのを治すにはやっぱ漢方がいいっていう情報だけあるんだけど、だ、ね、何がいいかがわからん。なんせ私もなんかさ、漢方って難しいじゃん。難しい。種類がさ多いから。そうなんじゃん。そう、種類が多いから。多い。専門家にさ、ちゃんとさ、あなたはこういう症状を治すためにはこれを飲んだ方がいいですって出してほしい。出してほしい。先輩の悩みは主に？主に冷えむくみ、あと巨大な脂肪。あの看板にさ、なんか脂肪滅するみたいなさ。あったじゃん。あれ、そう、脂肪溶かすじゃん。脂肪溶かすんだっけ。うん、なんかさ、原子なんか。あ、そうそうそうだ、そうだ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 、原子だ。そう、つまり我々のこれらを全部なしにしてくれるんじゃろうみたいなさ、そう、すごい甘い考えを広げる。ここは、いや、そうじゃろ。違うのか。いや、そうだろ。違うのか。そうだって思ってるよ。思ってるよ。じゃあ、まあね、まずはじゃあいつもの一番の方に行きますか。はい、原子、原子です。今日は平日だから、おそらくちょっとお金しちゃったわけ。え、かわいいよ。今日はフォトスポットだったけど、本当だ、ない。美郷、美郷がない。毎回来るからもう慣れたもんだ。いや、慣れたもんですね、本当にね。また袋。紙的な感じなの？めっちゃビール。ビールだ。ビール飲みたい。ビール飲みたい。袋めっちゃおる。袋可愛くない？重い。でもこう結構でかくてさ、うん、何に使うか迷うサイズのキーボードだ。もうそう、置くしかない。ならいいかもね。もう置くしかない。ね、え、可愛いよ。ラスクエな。うん。いや、そうなんじゃ。私うちにさ貼ったのよ、こういうやつ。うんうん。貼ったんだけどさ、入れたらさストローついてるタイプで。お。直で火傷できる。おめでとう。おめでとう。それがね、あの家でこうちょっと飲めるみたいな。置いといてカップに入れるみたいな。そう。私持ってるやん。そう。でもあれもやっぱりちょっと、まあ、5,6 年経って使ってて傷んでいるので、確かに1回ハマったら長持ちする。うん、そうで捨てない、ハマる。部屋汚い。家が着地。これ何？完全にニンニクっぽいけど。あ、刻んだね。香りネギって書いてるから。本当だ。ネギじゃない。ネギだね。エシャロットだね。あ、エシャロット。エシャロットの油漬けじゃないな。ああ、この手のやつは基本的にカルフールあるよ。あ、本当？あの、よっぽどここがいいっていうのがない限りは。なんか保存料が入ってないね。ほんまに。あれだね。うん。オーガニック的なやつ。ね、あ、いや、お、本当そうだわ。冷蔵庫で保存して1年。うん、結構もう。え、かわいい。かわいいよね。石鹸とこのなんかヘチマのやつだから、あ、洗顔とかのやつかな。旅行って書いてるから旅行のやつかもしれないね。なるほどね。これだけ持ってったら全部できる。できる。え、かわいよ。かわいよけど絶対私使わないかもしれない。重いね。お土産にしようか。これとこの黄色。かわいい。え、かわいい。なんかお菓子みたい。ね。え、かわいよ。
かわいようだよ。私石鹸使うかな。あれかわいよう。私もしかしてスクーマが好きなのか。今思ったんだけど。多いなこと全部。クーマ好きなんじゃない。あれ？しかも似たようなね。クマ。石鹸って使う？私は洗顔全部石鹸だし、体洗うも石鹸だから。私は結構使うけど。そう、ボディーソープの人だから。あ、ボディーソープの人は使わないね。なんか石鹸はさ、ボケたりとかするから、あと、そうだよね。やっぱ雑な人には向いてないよね、石鹸。私夢を見ているのかな。すごいな。こちらがもっとお金持ちな YouTuber だったらこれを飲んだらどれぐらいちゃんと変化あるかやる動画やろう。やろう。我々にはまあもうこの程度3ヶ月ぐらいやっぱりダメなんだ。ダメな気がするんだよね。右目にセロッと入る個人の感想それな。